イズワールドシリーズ54キロトーナメント決勝戦、クマンドーイペッティンディアカデミー VS タマルトキ。最後はどんなエンディングが待ち受けているか。さあ試合スタートです。ノッパーというのが注目してます。はい、サイドキックを出しましたクマンドーイです。ですからこう気持ちたまるトキです。ミドルから少し踏み込んで蹴り、そして今度はパンチです。あのびっくりしてると思うんで、はい、ちょっとパンチの距離行きたいですね。はい、出してきますクマンドーイ。右に上がってきましたタモルです。次に警戒が必要になりますか。そうですね、やっぱクマカウンターを狙いたい方なんですけど、これもらっちゃうと、はい、カウンター立つの早。いやタフな男クマンドーイさん、今の左ストレート良かったですよ。いやちょっとダメージ残ってますよ。まだ残ってるか。右のジャグ当たっています。よくとクマンドーイ振ってくる。息を吹き返してきた。おクマンドーイの攻撃、左ストレート、右のミドルで返す。そしてロー返してくるところがすごいですね。いやすごいですよね、やっぱ攻撃死んでないんで。出ますね、タマル選手。ローキックが効いているか。またローです。ちょっと足力入らなくなってしまいますね。右足がちょっと心配だ。クマンドーイ選手のすねが壊れるか、あのタマル選手の膝が壊れるかみたいな蹴り方してるんで、怖い蹴り方っすよね。タローだ。お、パンチの距離になる。あ、ミドル。そうですね、パンチがすごいいい感じなんで、インローだけ気をつけてくるクマンドーイ。おー、左当てます、たまる。いいですね、いいですね、いいですね、当てましたね。右のミドルで返します、クマンドーイ。また強い右、ちょっと宮城さん、はい、この時間帯クマンドーイ出てきましたね。そうですね、でもクマンドーイ選手がこうやって来た方が、ローキックもらってちょっと崩れました。たまるもミドル、左ミドルから、そしてボディから顔面、膝、コンビネーションがいる、たまる。中ダウンとか、あ、右ミドル、バックブロー。残り1分を切ったこの時間帯、クマンドーイ、おーっと、膝を出しました。終盤だ、終盤だ、どうする、右フック、パンチが止めた、タマル、水の母に届け、世界一を手に入れました、タマルトキ。判定でクマンドーイを下しまして、ワールドシリーズを制しました。いやー、すごい。